空前の乱戦となった都知事選は、現職の参戦で幕を閉じた。大方の予想を覆して2位と大健闘したのは、ネットの切り抜き動画でのし上がった石丸新二前広島県秋田方市長、41。その都知事選と同日、石丸氏の辞職に伴う秋田方市長選も行われ、前市長の手法に批判的な新顔の藤本悦志氏志、51が当選している。 公認の藤本新市長が予測する石丸氏の今後の動きとは、写真を見る、石丸人気ってこんなにすごいの。銀座の路上を埋め尽くした、異様な熱気、の支援者たち。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。ネット社会が生み出したダークホースの石丸氏が躍進し、さらには学歴詐称問題もくすぶる中、前回の得票数から70万票以上減らしながらも小池百合子都知事、 71は当選した立憲民主党の看板議員だった蓮舫氏56を幹部泣きまでに叩き潰した石丸氏はネット活用のみならず街頭演説を重ねて無党派層を取り込み蓋を開けてみれば蓮舫氏と37万票差で堂々の2市長時代には議会やメディアと対峙する様子が非公式の切り抜き動画によって喝采を白し ネット上でファンを増殖させてきた人物である。対立した市議とは訴訟に発展するなど、地元ではしこりを残しながらも、改革派として都知事選に参戦。驚異的な検討で、がぜ注目が集まった。相手を叩くやり方がこれだけ人気というのは、都知事選と同日に行われた秋田方市長選で初当選した藤本新市長は8日に初登庁し、職員を前に、 2回との対話で関係を改善したいと訓示、また就任会見では、石丸氏が爆発的人気を得るきっかけとなった、ネット上で拡散されている切り抜き動画についても対応を検討していく姿勢を示したのだった。党の藤本市長に聞くと、自分の選挙に必死で、都知事選のニュースは見ていませんでしたが、石丸さんが160万票以上も集めたとのこと。 対立軸を作って相手を叩くやり方がこれだけ人気というのはどうなのかと感じます。動画を見た人から言葉の暴力を受けた市議さんもそう前置きしながらああいう手法は最初は親身があって良いかもしれませんがずっと続けば嫌になります。人間関係は格闘ではなく社会も調和で形成されているのですから意見が合わない時は話し合って進めないといけません。 また切り抜き動画については、今後きちんと調べ、悪質なものは止めていくつもりです。世間では SNS によって精神的に追い詰められる方もいると聞きます。実際にうちの議会にも、切り抜き動画を見た人から言葉の暴力を受けた市議さんがいるのです。前任者の今後については、会見での発言の通り、石丸さんが衆院。 広島1区から出るのかは分かりませんが、策略家なのでいろいろ考えているでしょう。結果的に市長職も人気中に放ってしまいましたし、都知事選を踏み台にして知名度を上げていったのかもしれません。7月11日発売の「週刊新潮」では、宮古知事選の最中に石丸応援団に加わったという、KDDI 創業者の千本幸吉の指示の理由。 さらに指揮者の見方を多角的にレポートしている。